突如として周南市沿岸に怒涛のごとく断行された洋朝政戦の急襲作戦は、たちまちにして抗日にあえぐ敵兵を撃滅敗走せしめ、異変史上新たなる戦果と武勲を記録いたしました。4月19日未明、風速20メートルの激浪を突き、海軍部隊協力のもとに福建省沿岸に奇襲上陸を敢行した我が精鋭諸部隊は、灼熱の太陽のもと悪路に悩まされつつも各所に岸壁を殲滅、さらに強襲南路を不眠不休の猛進撃を続けました。誇る我が敵着快速部隊の先遣隊は、上陸後わずか2日にして54キロ、そこに横たわる敵拠点を次々に突破。4月20日午後11時30分、早くも要所福州城東に輝く日照旗を掲げ、続いて各部隊は城内に殺到し、翌21日午後、完全に福州を占領しました。この地方の住民は早くより長期抗戦の無益を悟り、平和渇望の気分を逸して、避難する者もなく、皇軍を心から歓迎しました。この度の我が快速進撃に狼狽回走した敵軍の軍需資材多数を露覚。かくて我が主力部隊は住民の感謝に迎えられ、堂々復讐へ入場いたしました。